はい、それでは、はい、帯を二巻きいたしまして、はい、手と垂れでこう結びまして、はい、帯板の上に乗せてあります。はい、こんな感じになります。はい、そうしましたら、はい、際からしっかり開きまして、レモンから7、8センチの長さを一度取りましたら、はい、もう一度、はい、同じ長さを少し5センチぐらい短くして、はい、取ります。はい、そうしましたら、ここで2枚一緒に羽を作ります。はい、2つ山ひだという形を作りますので、はい、ここで、はい、布目をしっかりと合わせまして、はい、ここで1本目、はい、入れます。はい、そうしましたら、一度このように、はい、真横に引いておきます。はい、真横に引いて、はい、後で立てますので、はい、ここでクリップを止めておきます。はい、次、こちらの方は、はい、この延長線上で、はい、返さないで、このままの状態で、はい、ここで、こういう形で2つ追いひだを作ります。はい、そうしましたら、はい、2本目に、このように、はい、入れておきます。はい、はい、ここで形ができましたら、はい、この下の方は、はい、2枚にしまして、はい、ここで真半分に折っておきます。はい、この状態を作りましたら、はい、枕を、はい、この交差の上に乗せまして、しっかりと上に上げまして、はい、ここで枕を、開くことになります。はい、こちらも、はい、このように開く形になります。はい、ここで体につく方を、はい、少し上に、はい、持ち上げますと、はい、この下げた羽が、はい、体にフィットいたしますので、はい、こんな感じに開きます。はい、そうしましたら、下にある、はい、この羽を、はい、このように、円足に、はい、畳みまして、はい、ここで一つ多いひだを作って、はい、ここに返しますので、はい、ここで3本目の、はい、ゴムに、はい、下から入れましたら、はい、ここで、はい、このように返しまして、はい、ここに、はい、ゴムをかけて、はい、この時1本のゴムをかけまして、はい、ここで、はい、中に折り込んでおきます。はい、そうしましたら、はい、このまま自然に下ろしまして、
で三角に開きまして、を入れ込むようにして開いて、はい、そうしましたら、はい、羽を大きく開きまして、はい、際から開いて羽を伸ばしまして、はい、豪華な感じを、はい、このように